ダブインダブインダブインえ何よちょっと、緩め、もっとすごい。やばいな、マジかよ。ドローインです。こんにちは。おはようございます。今日はバンド全く関係ない動画になります。今回は初の商品紹介動画を撮影してみました。動画を撮影しようとなったきっかけは、先日西日本代表で出場したミュージションオンラインフェス東西イエールソング大会において、なんとのぼる電気賞という賞をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。のぼる電気賞というのは大阪府枚方市にあります拡声機一筋の会社のぼる電気さんからいただいた賞で、今回はその時にもらった商品をレビューしていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ開封の方お願いします。はい、開封。うわー、怖え。あ、あなるほどね。なるほどね。はいはいはい、こうなっておりますね。はい、おお、はい、うん、おお、どうですか。おお、これはおあれやね、なんか、おお、おお、おお、なんかすげえな、ガジェット感がね。説明書が、お、本題の、本題の商品こちら。おお、でっか。すげえ、すごい、結構でっか。なんかほんまにさ、なんかあの船とかさ、なんかあのそういうのについてるやつじゃない。あ、そうそう、そういうのを作ってた会社らしい。うん。おお、質感めっちゃいい。え、ちょっと、おすごいわ。すごいな。質感やべえ、うん、てかもうままままって感じだね。で、ここにしっかりあれロゴが入ってます。この可愛らしいロゴが入っております。こっちもナンバーとか入って、全然大阪ジャパン。これさ、車とかさ、なんかトラックとかにつけたらかっこよくね、これ。確かに。や、音とか説明書を読もう。音の出ているスマートフォンを拡音機に挿すだけでスマートフォンから再生される音を大きくします。無電源、うん、電源がいらない商品だから、うん、本当これだけで音を大きくできるみたいな。やからさ、あれよ、キャンプとかで持っていけるわけよ。ああ、そう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 。いいね、いいね。え、材質はアルミ。これアルミ製、うん、アルミ塗装してある。で、ネジとか、まあそうやん、山マステで使われてるね。なるほどね。いくにもやらはアルミや、ほんまに外に持ってこいやと思うわ。軽いし、うん、確かに軽いな。そう、うん、これ、直金属でね、できてるんで頑丈だね、うん、確かにジムに見つけたい。そやな、これマジで、なんか黒缶系とか、 あとそういう、そう、うん、やつでつけたらさ、めっちゃ良くない、うん、これ事前情報によると、スマホを挿すと10デシベル音が大きくなってメガホンの方向に出ると、うん、そういう説明を受けてます。じゃあ音楽早速かけてみましょうかっていう感じで、ね、まず俺のスマホが入るのかどうかっていう、これ、まあiPhone 12 mini ですね。そういうのはいいからそれの紹介じゃないの。はい、すいませんでした。立てて、そうそうそう、かわいい。なんかいいっすね。あ、なんかかわいいな。ちゃんと自立するのがいいよな、これ、うん、ちょっともうちょっとこう置いて、ビジュアルの物質感、うん、すごいな、うん。じゃあこれ、僕らの PV ですよ、これが。わかりました。じゃあ横画面に、横画面ですね。おお、はい、今これちょっと真ん中よりいってるぐらいの音量。あれ、オキセイ、うん、オキセイ髪切った。あ、ほんまや。そうなんですよ、髪切っちゃいました。
押せよな。じゃあさしてみましょう。はい、はい、これどんぐらいなの。おお、うん、ああ、なんかクリアになった気がするんだよな。なんかやっぱ広がるから顔とか。なんかあの iPhone ってやっぱりあのちょっと一回抜きますよ、うん、やっぱここにマイクあるからこっからなんていう指向性っていうかね、分散しちゃう感じあるもんね。そうそう、それをこれがうまいこと拾ってなんか広がってるっていうか、そんな感じを抜けますね。なんか今家やから家の中なんでね、あの大きさが大きくなったかって言われたらなんかそんなに正直めっちゃ変わったなっていう感じは正直しないけども、なんか音がめっちゃ良くなったなって思った。うん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 、ね、超クリアやん。ギターソロもほらええ感じやん。これ最大音量で最大でやってみましょうか。聞いてみる。お願いします。ちょっと一回抜いて、抜いた状態で最大。はい、これ最大です。結構音割れもしちゃってる感じだった、うん、なかなかで、これを直して、あー、なんか、あれや、音大きくしたらやっぱこっちの音の差がはっきりと分かる、ね、はいはい、角が取れてちょっといい感じになるよね。うん、結構、俺らの視点よりこっちで聞いた方が分かりやすいかも。すごいな。うん、あ、全然違うわ。あ、もう全然ちゃうわ。ほんまに全然ちゃうわ、うん、なるほど。いや、結構野外とかやったらほんまに本領発揮するやろね、これ。今回、のぼる電機さんから忌憚のないご意見をいただきたいとのことで割とガチレビューをさせていただきました。のぼる電機さんは創業77年の覚醒音響メーカーで、現在では最新技術とは少し距離を置いた物質的で露骨な魅力にフォーカスした不器用なガジェットを鋭意開発しているのぼる電機製作所という新ブランドを展開してらっしゃいます。まあ、古いもの好きな僕らにはぴったりのブランドですね。のぼる電機さんの詳細が概要欄に載ってますので、いいなと思った方ぜひチェックしてみてください。